サタミサキ砲台の高し、アナグラ砲台内部に設置されたレプリカの38式1 2トル榴弾砲38式1 2トル榴弾砲は、日本陸軍が1911年に正式制定した、榴弾砲。1904年、日露戦争の開戦に伴い、日本陸軍がドイツのクルップ社に、方針後座式の近代化砲を数種発注したうちの、 一つ。中大気を持たない、葛式123流弾砲を保管更新する、目的の野戦重砲兵向けの中量急流弾砲である。クルップでは、日本陸軍の要望に合わせて、若干の修正を加えたものの既存モデルの設計を流用して、直ちに製造に取り掛かり、翌1905年には、発注数を揃えて出荷したものの、日本に到着したのは、 高天海戦よりも後であり、日露戦争の戦場には間に合わなかった。その後、改めて、日本国内で審査を行い、若干の改正を施して1911年を、もって38式12三流弾砲として、正式制定され、昭和に入って38式12センチメートル流弾砲と、解消された。閉鎖期は弾格ら式で、 創薬可変式の分離薬等を用いる。創薬は1号包茎薬と、無塩症重薬の2種を混用する珍しい方式で、1号、創薬は1号包契薬 300g、無塩症重薬 175g の薬の尾を、接続したまま薬莢に装填し、2号創薬では1号包茎薬のみ、3号創薬では、無塩症重薬のみを装填する。 比較的重量が軽いため野ーと同じ6馬番縁で運動でき、野戦重砲としては運動性が高かった。しかし、採用以降、日本陸軍では12センチメートル榴弾砲を兵器体系から外してしまっており、12竜は輸入在庫のみで国産化はされず、また後継砲も作られず、本砲も予備兵器に近い扱いであまり活用されなかった。 本砲の偉人は1937年、日中戦争に伴い野戦重砲兵第5、旅団霊下の野戦重砲兵第12連隊の一部に配備されて出生したが、玉種が威力に乏しい硫酸弾と、タイベトン用の箱榴弾のみで、通常榴弾の用意がなく、ほとんど榴弾砲としての用をなさなかった。野戦重兵第12連隊は1939年に、 福にしたが、装備法は、前年進展された第23師団霊下の野砲兵第13連隊に、現用装備の配備までの間に合わせの訓練機材として、引き継がれた。野砲兵第13連隊は、野門藩事件の勃発により、本法を持って参加したが、7月1日よりの、両岸攻撃時に、やはり性能不足を露呈し、7月中旬に、 砲兵団司令部の指揮下に入ったのを機に、零下三個大隊の38式12センチメートル榴弾砲を、大愛大隊に集中し、大愛大隊の野砲を、第2、第3大隊に配属した。この再編後、大愛大隊は砲があまりに、性能不足のため最前線には出せず、他の参加砲兵各隊が軒並み壊滅している中、皮肉にもほとんど無傷で、事件を終えた。 この他にも本砲を保管あるいは使用していた部隊は存在した。1940年5月に91式10センチメートル榴弾砲及び各種野砲と同時に98式榴弾が制定された時の榴弾図面及び解説文書の送付先として平家本部、関東軍の他に品派県軍、北品方面軍、南品方面軍等が見受けられる。 包余要塞をはじめとする要塞にも配備され、同文書も18通が要塞向けに送付された。海軍向けにも2通が送付されている。全体の送付数は167通であった。対戦末期には、旧式の本砲を自走化して、機動力を与え再活用する試みとして、95式系戦車の車台に搭載した姿勢42式 12cm 自走砲ほどが作られた。 ありがとうございます。